羽田空港第2ターミナル駅は東京都大田区羽田空港3丁目にある東京モノレール羽田空港線の駅。同線の終点である。駅番号は MO11。大田区の鉄道駅では最も東に位置する。東京国際空港第2旅客ターミナルの地下にあり、2面3線の島式ホームを有する地下駅。通常は西側の1面2線のみ使用しており、 東側の一面一線は臨時用ホームとなっている。ホームドアやエレベーターも西側ホームのみ設置されており、東側ホームには柵が設置されている。ただし、東側ホームも駅名標などは設置されている。当駅は東京モノレールが東日本旅客鉄道の参加となった後に開業したため、自動券売機、自動改札機、自動生産機及び案内サインには、 開業時から JR 東日本と類似のスタイルのものを使用している。なお、他の東京モノレールの駅についても2006年までに当駅と同じスタイルのものに更新され、2010年に開業した羽田空港第3ターミナル駅も当駅と同じスタイルである。エスカレーターはホームと改札内コンコースを、エレベーターはホームと北口改札内コンコースをそれぞれ連絡している。 2020年度の1日平均乗降人員は1031人で、ある開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。隣の羽田空港第1ターミナル駅と同様、COVID-19 の影響による利用客減少もあり、前年度統計から約3分の1程度に減ってしまった。当駅と羽田空港第3ターミナル駅間の運賃は、 通常有料だが、羽田空港で国内線と国際線を乗り継ぐ乗客に限り、その間の運賃が無料となる。乗車する際には、第2ターミナル内に4カ所設置されている到着外案内カウンターでパスポートと乗り継ぎ便の航空券を提示し、乗り継ぎ乗車票を発行してもらい、それを駅の改札口にて提示する必要がある。なお、 当駅から第3ターミナル駅までの所要時間は6分となっている。当駅構内に設置されたモノレール用シーサスクロッシングの動作。ありがとうございます。